日から命も捨てたかもいらぬ腹でひどすぎばかり泣く果てなき車両まっしぐら見つめた星を掴んでやるぞ天下無敵の空手の星を憲法と対決し、これを倒した飛鳥県は一転してニュージーランドへ向かった。ニュージーランドはオーストラリアの南東のタスマン海に浮かぶ北島南島の2島からなる豊かな牧畜の国である。アスカですね。あ、失礼。あなたはどなたでしたっけ。おお、これは失礼。私、貿易の仕事をしているパトリックです。ミスター斉藤の友人です。ああ、バリ島の。いや、あちらではすっかりお世話になりました。ミスター斉藤、ゆうべ電話をしてきました。ミスターアスカをくれぐれもよろしくとね。さあ、まず私のうちに落ち着いてください。ミスターアスカ、ニュージーランドへは何をしに。ああ、実はマオリの酋長に会いに。マオリの酋長、何ですかそれは。実はバリ島で散歩をしていた時さあ、なめろ。お前のこぼしたケチャップを。いやだ、俺は謝ったんだこの野郎、どうしても舐めないつもりだな。これでもか。おはじきだ。さあ、舐めるか。どうだ。よせ。何を。よせと言ってるんだ。弱い者いじめはやめろ。じゃあお前が相手にでもなるというのかよ。おい、望みとあらばね。これが目に入らねえのかよ。俺にはこれがあるぜ。そんなもんで弾きに立ち向かおうってのか。そうだ。それじゃあ試してやる。試すのか。くらえ。いや、お前の頭だ。
それからそのタビタを追いかけて行って聞いてみたんですが、タビタが斧を習ったのはこのニュージーランドに住むマオリ族の酋長のウポルなんです。ですがそのウポル酋長が今どうしているかわからないんですが。じゃあそのマオリの酋長を訪ねて。ええ、それなら任せてください。私の会社にはサバイというマオリの青年がいますから。ミスター・アスカ、あなたの話で思い出しましたが、うちにこんなものがあるんですよ。あ、それがマオリの斧です。いや、実に美しい石ですね。それがグリーンストーンです。ニュージーランド特産の。大昔にポリネシアの島々からマオリがはるばる海を越えてやってきたのはこのグリーンストーンがあったからだと言われています。彼らはこれで石斧を作ると森へ入り、野獣を追い、木を切り、家を建てたそうです。つまりこの斧がこの国の全てを生み出してくれたというわけですね。そうです。ウポル酋長の素晴らしい技もきっとその時に育ったんだと思います。早く会いたいですね、そのウポル酋長に。失礼します。あ、紹介します。私の最愛の妻、ヨシコです。ようこそおいでくださいました。ごゆっくり。アスカです、よろしく。アスカさんがニュージーランドにおいでになった目的はやはりイースターパレードの見物でいらっしゃいますの。あ、イースターとは。いや、そうだ、ウポル酋長が見つかるまでイースターパレードでも見物してください。一体何ですかそれは。イースターとは復活祭です。それがこれだけ盛大にやれるのは、それがニュージーランドの牧畜業、農林業の収穫祭でもあるからです。だから、ロデオ、乳牛コンクール、綿羊の毛刈りコンクールなどと、実に盛りだくさんな行事があります。その中の一つに、木こりコンクールというのがあります。よーい！競技は、木を早く切り倒した方が勝ちというわけです。あの選手が去年のチャンピオンのアーサーです。あ、あれはマオリの斧。なんて。ミスターアーサー、ちょっとお聞きしたいことがあるんですが。え、なんだね。失礼ですが、あなたのマオリの斧はどなたに習ったんですか。何、マオリの斧だと。もしかしたらあなたはウポル酋長にお習いになったんじゃありませんか。知らん、そんなやつは知らん。俺はこれにかけてはナンバーワンチャンピオンだ。それを習ったと言われては勘弁ならねえ。三河貴様、二度とそういうことを口にしたらただじゃすらんぞ。ただいまより飛び入り木こりコンクールを始めます。出場希望者の方は係へお申し出ください。そうだ、ミスター・アスカ、記念に一つ出場してみたらどうですか。そうですね、じゃやってみますか。ミスター・アーサーのタイムは58秒。それよりも早く倒したらその人がチャンピオンになります。では始め。
ワンダフルミスター・アスカ、あなたはニュージーランドの木こりだ。ありがとう。キング・アスカはどいつだ。私だが。うん、貴様か。いや、58秒同士だ。仲良くしよう。ノー、俺とお前はライバルだ。さあ、どっちが本物のチャンピオンか勝負だ。いいだろう。それで？よし、1分後にここで対決だ。ねえ兄貴、大丈夫かい？何が大丈夫なんだい、バカ野郎。いや、そのやつはかなり強そうだぜ。貴様、弟分のくせに俺の実力を疑う気か。いや、兄貴が負けるはずはねえけど、やつが強そうだから。ただあんな空手野郎に負けるもんか。万が一負けた時はやつをこの斧で。そんなことしたら兄貴、またウポル州長が。何、ウポル？あんな野郎もう関係ねえ。もう俺はやつの弟子でも何でもねえんだよ。俺はこの町で一番強い男、そして一番の斧使いなんだ。今に空手野郎を敵の目に。決定戦でもしアーサー兄貴が負けるようなことがあれば、空手野郎の手足をちょいと痛めつけといてやるか。やろう。しまった。あいつだな。待て。なぜこの俺を狙ったんだ。どうしたんだ兄貴。こいつが急に飛びかかって来やがってんだ。貴様一体何を言うんだ。全く卑怯だぜ。この俺をやっつけて兄貴の気持ちを乱してチャンピオンになるんだってよ。おい、でたらめを言うな。汚い野郎だ。もし決定戦と言わず今この場でつけてやるぜ。何を言っても無駄なようだな。ミスター・アスカ、例の件が。ミスター・アスカ、例の州長の居所が分かりましたよ。え、本当ですか。あいにく休養ができたんでね。まあ、今日の無礼は見逃してやるよ。何を。それでは朝、君との決勝戦はまたの機会だ。そんな勝手は許さねえぞ。危ない。さあ、行きましょうか。兄貴、このままじゃ。くそ、舐めた真似しやがって。後でこの借りは必ず返すぜ。ようこそ、お待ちしておりました。ケン・アスカとパトリックさんですね。生きてるようだ。タウポさん、ウポロ州長はこんなに厳しいトレーニングをいつもしていらっしゃるんですか。いいえ、今は特別です。ウポロ州長は最後のファイトをするつもりだからです。最後のファイトですって、それは一体。
それで、その相手は一体誰なんですか？去年、キコリコンクールのチャンピオンになったアーサーという男です。何ですって、アーサー？ミスター・アスカの事件により、今年度のキコリチャンピオンはミスター・リチャード・アーサー。あいつに斧を教えたのはこのウポルです。わしは斧と一緒に心も教えました。しかし、あいつが習ったのは斧だけです。そしてその斧を利用して、あいつは悪いことをいろいろとやってきました。もう許しておくことはできんのです。このウポルは斧を教えた者の責任としてもあいつを倒します。ところでどう思いますか、チャンピオン。あの決定戦が行われていたら、ケン・アスカが勝っていただろうという噂が流れていますが。ああな、逃げた奴がどうして勝てるんだね。いや、今分かったんですがね、ケン・アスカはアメリカで次々と世界的レスラーやボクサーを倒してきた空手マンなんですよ。しかも最近ではタイのブラックコブラと壮絶な試合をして、これも倒しているんですよ。何、あのブラックコブラを？すると、ケン・アスカを倒せばこの俺が一躍有名になれるわけだ。よし、それほど言うなら今すぐ決着をつけてやろう。その空手野郎はどこにいるんだい？いい、あんた苦しい、話してくれ。あ、ちょっとお尋ねしますが、こちらに確かミスターケン・アスカがお泊まりでしたね。はい。あ、ちょっとお会いしたいのですが、お取り次ぎ願えませんでしょうか？ミスター・アスカは今お出かけ中ですが、何か。どこへ行ったんだよ、奥さん。あの、アスカさんに一体どんなご用でございましょうか？それにあなた方はどなたですか？そんなことはどうでもいい。それより空手野郎はどこへ行ったかと聞いているんだよ。言えませんわ。よし、言わなければ言えるようにしてやるぜ。今度はお前のその顔がめちゃめちゃになっても知らんぞ。何、よしこが？は、申し訳ございません。私がアーサーをお宅へ連れて行ったばっかりに、奥さんを人質に取られてしまいました。なんて卑怯なやつなんだ。しかも、もし奥さんを返してほしければ、ミスター・アスカ一人で来るようにと言っておりました。よろしい、行きましょう。待ちなさい。アーサーのことは私に任せてください。私はこのチャンスを3年も待っておったんじゃ。私は本当のマオリの斧をアーサーに教えてやる。ウポル州長、そもそもこの勝負は私に向けられたものだ。だから私がやる。いや、よそ者のあなたには関係のないこと、引っ込んでいてくだされ。ウポル州長、あなたの気持ちはよくわかる。だが、どうしてもと言うんなら、私はまずあなたを倒す。なんちゃった？私はあんなくだらんアーサーみたいな奴のために、あなたを失いたくないのです。ウポル州長、あなたが本当にマオリの斧を惜しむのなら、もうアーサーみたいな奴は相手にせず、もっと若いマオリの人たちに教えてやってください。ウポル州長、それが本当にあなたの志にかなうやり方ではありませんか？それにはどうしてもあなたが元気でいなければならないんです。分かってください、ウポル州長。こいつは私に任せてください。お願いします。ミスター・アスカ、確かにあなたの言う通り。ウポル州長、ありがとうございます。ありがとう。ミスター・アスカ、一言だけ言っておく。マオリの斧にも弱点がある。え、弱点ですって？それは手首だ。手首が使えなくなったら斧は戻らない。ミスター・アスカ、頑張ってくれ。遅い。
さな、ケンアスカ。待っていたぞ、ケンアスカ。ここではっきりと優勝決定戦の決着をつけてやるぜ。来い、アーサー。行くぞ。接近戦に持ち込まなければ不利だ。ケンアスカ、それでもアーサーの斧を避けられるとでも思っているのか。君の負けだ。うるさい、俺はチャンピオンだ。勝った。アスカさん、ありがとう。ありがとう、ケンアスカ。すごい、日本の空手世界一強い。マオリの斧を倒したアスカ剣はブラジルへ向かった。日本人の大農場主飯田から空手を教えてくれと頼まれブラジルに渡った。だが農場にはアスカの空手に対して敵意を見せる男がいた。ブラジルの格闘技といわれるカポエラの使い手オハラはパーティーの席で突然逆立ちをしてアスカに攻撃を仕掛けてきた。次回空手バカ一代、人間風車カポエラにご期待ください。